アメリカのトランプ大統領は、米国の自動車産業を保護するため、地球温暖化対策として、オバマ前政権が決定していた自動車メーカーに燃費の改善を義務付ける規制を見直す方針を発表しました。厳しい燃費基準の義務付けは、開発費用が膨らむ要因となるため、その撤廃の発表をアメリカ自動車工業会などは歓迎しています。ですが、多くのアメリカ国民は、撤廃は米メーカーに有利になるどころか、燃費のいい日本車や欧州車が、今まで以上に売れるようになる、と考えているようで、関連記事には、撤廃を疑問視する声が相次いでいました。